こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブン2脅威の侵略者ブリザードやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、こちらご覧ください。秀中田でございます。秀中田、最近ね、岩いるじゃないですか。岩がね、秀中田のスカウトに挑戦する、稲荷3で挑戦する企画を出したんですけども、それ見て、あ、俺もやりてえと思ったの。だから岩に LINE で、これ稲荷2でやっていいって聞いたら、いいよって言われたんで、公認でやってます。パクリじゃないです。よろしくお願いします。稲荷2、多分当時小学校4年生とか5年生ぐらいなんですけど、僕ね、あの時ね、なんかめちゃめちゃ低いレベルで挑んだから、めちゃめちゃ負けまくって、すっげえスカウトするのに苦労した覚えがあるんですよ。だから俺にとってもこれ結構トラウマの相手。秀中田、今回久々にね、これスカウト挑んでいきたいと思います。じゃあ秀中田に話しかけます。ほい、いちいちテレするんだねこれ。また君たちか。そうそうそう、この前にいろいろと追いかけっこしてここまでたどり着くっていう、そういうストーリーがあったので、はい、また君たちかってなってます。いくら頑張ったことを見せても、自分に打ち勝つだけの練習をしていなければ結果は出ない。君たちが本物のプレイヤーなら、プレイで結果を示してみろ。はい、でやっていきます。その気になったみたいだな。結果を出してこそ本物のプレイヤーだ。さあ始めよう、ということで始まっていきます。確かね、バトル3回あったはずで、1、2回目はね、全然楽にできるんですよ。ただ3回目がエグかった覚えがある。さあ、まず1回目はボールを奪え。これは多分ね、すぐできるはず。だってぶっちゃけ、壁山で行けばいいもんね。壁山、頑張れ、走れ、走れ。オッケー、壁山、フブキーも行けなかったっけ、これ。そうだよね、アイスグラウンドできるよね。どう？あー、ダメじゃん。これちょっと、やばいのでは。ちょっと待って、これ。これ厳しいかもしれん。ちょ、待って。壁山で行くしかない。おい、遠藤、これ、分身ディフェンス。そう、遠藤ね、この時、リベラだったから、一応ディフェンス技もね、つけてたんですよ。分身ディフェンス。これいけるかな？ダブルだから。よかったー。よかったー。とりあえず1回目クリアですね。いや、でもこの時点ですでにやばいかもしれん。めちゃめちゃ難易度高いんだよ、秀中田。オッケー、1回目。勝利。2回目です。はい、相手チームから1点奪い、秀中田から1点奪っていきます。さあ、相手のキーパーのさ、属性これ見れなかったっけ。林か。とりあえず多分5円寺で行けばいいんだろうな。林だし、いきますよ。これ5円寺、これ、あー、ダメか。うわ、ちょっと待って。あー、そっちに蹴っちゃダメー。あーよ、あー、まあ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ、秀中田、これかわせるかな。ヒートタックル、ダメなのでは。あ、いけた、よかった、ヒートタックル。オッケー、ヒデ中田をかわしていき、よし、多分これはいけるはず。もう爆熱ストーブでいっちゃおうか、グレート5。おー、後ろのマジンがいますね。爆熱ストーブ、これなんか後にエコーかかる。ストーブってめっちゃエコーかかるんだよね。これ多分いったでしょ。爆裂パンチ大丈夫なはず。よし、オッケー、まあ属性勝ってるからね。気を抜くなよ。オッケー、これで1点取って、よし。多分次がやばいんだよな。ですよね、3回目がやばいはず。うん、3点差、25分ありますけど、多分俺稲荷2の時さ、結局さ、秀中田を獲得する前に俺多分3が出た覚えがあるので、うん、マジで小4とか小5、まあ、10歳とか11歳だから、マジで10年ぶりのリベンジという感じにはなりますね。これこっからなんだよ、問題は。確かいきます。1回これキーパーに返して、早えな秀中田。これはかわさないと。うん、かわせるかな。マッハかわせるかな。ヒートタックル、オッケー。ここでちゃんとね、点取れないと。3回目にさ、確か強くなった覚えがあるんだよな、これ。爆熱ストーム。さあ、まずこれで1点。これ1点取れないともう時間的にはやばいかもしれん。うん。どうだろう。爆熱パンチ。頼む。グレートファイブまではいってるから。大丈夫だろう。よし。怖え。これ多分、吹雪だったらきついんじゃないかな。これがライモンサッカーだ。よし。ヒデ中田ってシュート技持ってたっけ？ちょっとさ、1点取ったらちょっと見てみようか。そんな余裕を持つ暇はあるのか分かんないけど、多分エンド大丈夫なはず。うん、次の敵グレート5いけるはず。ネオギャラクシー。まさかのブレイブショットじゃねえ。稲荷2の時ブレイブショットなかった気がするけどな。
ネオギャラクシーできました。これはいけるんでしょうか。しかも TP 減りません。これやばいですね。これやばいですね。ちょっとこれ調子乗ったかもしれない。これ大丈夫かな。パッと開かずグッと握ってダンギュンドカンドカンしろドカン。あ、よかったよかった。怖え。ネオギャラクシーってまた懐かしい技。ちょっと待てよ。これ1回壁山の、そして吹雪。あー、これアイスランドで取れるかな。ダメじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、シュート打たせてる暇なかったかも。これしてん、これちょっと待って、あかんかも、あかん可能性がある。これ待ってください。壁山頼むよ。ナイス壁山、いいねー。いちょちょちょ、お壁山、お前あぶねえわ。お前返したパス今ポッと当たってたぞ。今大変危ないプレー、大変危ないプレーです今の。彼は今やりかけた。これ壁山奪えるか。あーダメじゃん。ちょっと待って、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 鬼。これちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。風船の中なんか。あー待って、終わったかも俺。ちょっと待って。普通にさ、これ、点は取れるっての分かったんだけど。待って。うん。これちょっと、技スキップした方が早くなかったっけ。あ、キーワードスキップできねえんだ。待って、これ5分しかねえんだけど。待って、時間がねえ。ちょっと調子乗りすぎた。調子乗った俺は。しかも全然弾かねえじゃん。なんだよマジで。スーパーのマジロ。これスキップできなかったっけ。スキップした方が早いんだよね確かね。これスキップしないとまずいわ。ちょっと待って待って、ちょっと待って、これで2点目とりあえず。ごめんスキップさせて。時間がない。これ本当にキーパーとスキップできない。頼む、時間あれ、時間ねえかな。これ57秒。ちょっと待って、これは時間がやばいのでは。え、すぐ吹雪で奪って打つしかないよねこれ。これあ終わったか、終わった臭いな。あ、ネオギャラクシー打たせたのが敗因かもしれんなこれは。普通に打たせてしまった。さあ行きますよ3回目。まず1回吹雪でウルフレジェンド。あ、クロスファイアもそういえばあった。クロスファイアならいけるでしょ。クロスファイアいきます。はい、単純にこれは見たい。 DS のクロスファイアもかっけえな。うん、あれこれシュートブロックあんのか。あ、オッケー、ミスった。オッケーよかった。さあフルパワーシールド、これはいったでしょ多分。オッケー、よしマジ1点。うん、クロスファイヤーかっけえなー。うーん、あとね、正義の鉄拳確かに止めるんだけども、あのねパンチがね意外と貧弱っていう。パンチあんま全然飛ばねえっていうのがあるから。とりあえずこれロックオールダム、懐かしい。ザ・ウォールとゴッドハンドの合体技だよね。アニメとかには絶対出なかったこれ。うん、アニメには出なかった技だこれ。懐かしいなぁ。さあ5エンジ爆熱装備いくぞ。爆熱装備、これもスキップし、スキップ。さあフルパーシールド、オッケー、よし。さあ2点目取りまして、さてさて、ヒデ中田まであと1点。ねえ、あ、もぎ取るって言いました。前で奪う、よし。さあヒデ中田10年ぶりに我が元へ行くぜ。これはもうここで決まるだろうから全部見るよ。爆裂ゾーン、さあ、うわー、爆熱ストームアニメだったらエコーかかるからね。うん、これ2回目。さあ爆裂パンチ、はい、よし、いい、なかなかゲットだぜ。10年ぶり、マジで10年ぶりにゲットかもこれ。うん、やっと決めてくれたか。
君たちのサッカーへの思い、そして自分への厳しさを見せてもらったよ。勝ったからすごいんじゃない。すごいのは何が必要なのかを自分で考え、その実現のためにした努力、そして自分を信じつけたことだ。史上最強を目指すか、その経験も全ては未来の自分への力となる。分かってよ、俺も君たちと史上最強を目指す。こっからゼロのスタートだ。てーてれれれってれー、ヒデ中田が仲間になった。レベル50で仲間になるの、すごいな。ちょっと能力見よっか最後に。はい、レベル50、ワールドワイドに伝説作った男、まさにレジェンド。確かさ、あとか中田秀俊ってちゃんと本名で出てるわ。レップダッシュ、デュアルパスで、多分この4つ目がネオギャラクシーだと思うの。ネオギャラクシーってびっくりだよね。で、多分イナイル3でブレイブショット、あれが打てるようになるという感じなんですよね。ということで今回秀中田ゲットしました。小学校4年生5年生のペガちゃん、俺やったよ。なんかクソ寒いこれ。